ご覧のようにこの試合は5対4で広島東洋カープが勝ちました。勝ち投手堀江、負け投手三島でございます。お客様にお願いいたします。試合終了後のご退場は分散退場を行いますので、お席を離れずそのままお待ちいただきますようお願いいたします。本日の試合で2勝目を挙げました堀江投手には新庄味噌株式会社より新庄味噌ジットセット、グリーンビバレッジ株式会社よりグリーン生茶、株式会社マイナス600ミリボルトよりマイナス600ミリボルト水素水が勝利投手として贈られます。